3番人気になっています合法なって7レーススタート序盤の1取り2番の辺美3番のワニブチ2番の辺美が自ら前の位置さえていきました3番ワニブチスタート動いたんですが関東勢は後ろからとなるようです4番の辺見美月自ら前の位置を取って1番のマイソリ U 一郎が2番手短期のマイソリは初手は切れ目からの競争ということになるようです1周回目の3コーナーのカーブ 二分戦で前後の一取りは決まっていますまず自ら前を取って2番の辺見三木成功法前段からの競争を選択しています昨日は初エース級の初戦まくられはしましたが気合よく突っ張ってかけました2番の辺見三木ここは初エース級の同型秋元陽太郎との二分戦まあ A 級時代の実績ではこちらが上位っていうところでその力を発揮するかマーカー4番の高木翔です最近は短期のレースが続いていたんですが ここは本戦の番手を回れる組み合わせになりました積極的な変身をしっかりを援護してチャンスを迎えるかどうか3番手は7番下の海佐賀秀明ですここでは点数最上位ですが動ける高木を番手に回して3番手を固めています北日本3人が前段で短期島マ,マイソル一郎は切れ目で4番手6番の秋元陽太郎後ろ攻め5番手のスターとなっています秋元は S 級に上がっても先行者への積極戦法は変わらずですが 今日は積極型との二分戦、指導権を取れるかどうか。今回は連日タイトル放題ーーを背負ってのレースということになります。マークは五番の稲村成弘。三番手は同県三番、割口圭介。関東ライン三人が後方待機となっています。残り二周半の視線を通過していきます。二番の辺見光樹が成功法。対して六の秋元洋太郎が。後ろ攻めの五番手。短期一番、前添裕一郎は切れ目を回って四番手です。残り二周回。 赤番のホームに入っていきます後ろを見ています2番の辺見ミミツ6番の秋元が構わずに上昇していきます秋元上がっていきますが2番の辺見がさあ突っ張るか2番の辺見が合わせてペースを少し上げていきます6番の秋元も外を外を踏み上げていってさあ先行争いになるか邪魔マイの2コーナーからバックに入ります6番の秋元も来ますが2番の辺見しっかり動きを見ながら合わせていきます 6番の秋元、さあ、今稲村の援護で、3番手の収まりましたが。ならばな、海作が改めて追い上げてきて、レーサー最終周回。先行は突っ張った今の辺見光、2番手いうの高木翔、3番手追い上げて、七番の海作秀明。短期以上の前反りも、4番手の追い上げて、6番の秋元は動けない。さあ、下がっていくのか、2コーナーからバックに入ります。先行は今の辺見光、辺見が突っ張っての先行です。4番の高木翔が絶好の形、後ろ見ている。余裕がありそうだ。六番の秋元が、五番手が踏んで、三番手が二番。 接近する4コーナーから直線先頭に見ましたヘンミミツ番手4番の高木翔高木が抜けてきた2着ャかどうか7番の貝坂か6番の秋元も突っ込んでいるあと2番のヘンもよく踏ん張っていましたしかし抜け出したのは4番の高木翔でした2番の辺見ミミツ突っ張って絶好の展開になりました4番の高木翔最後はしっかりと直線で抜け出しています2、3着ャーからするどうでしょうか横一線のゴールになりました 7番の海坂6番の秋元この辺りの日かの聖果、正式な決定が出ますまではもう少しお待ちをいただきたいと思います。